コスチュームは、パンツが見たいから、ノーマルからやっていくか。オ、OK、みんなも見たいっしょということでね、こんにちは、ブルーホースでございます。ま、あせっかく動画開いていただきましたんで、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから、最後までしっぽりと動画をご覧いただけたら嬉しいです。ということで、今はまさに、えー、っと、まずはいらないアイテムから売る必要があるな。 う,ん、もうな,んならあれだもんね。<Thank you. S 1> あの武器だけでいいもんね。<Thank you. S 1> r p l a、e、s e <laughs> だけで十分ですね。はい。ということで、前回パートまでですね、プロフェッショナルをやってました。プロフェッショナルを無事クリアすることができたんで、もう最強武器を手に入れてね、まあ、こいつをちょっとぶっぱしながら、もう一周してみようかなというふうに思います。これまで散々苦しめられてきたんでね。うん。まあ、なんだけど、まあ、ちょっとね、 プロフェッショナルをやるのは、まあ、プロフェッショナルやってもよかったんですけど、まあ、ちょっと種明かしをすると、プロフェッショナルではなくて、今回に関しては、まあ、あの、えっと、なんだっけ、あ、ノーマルあの、過去にクリアしたことのあるノーマルをやっていくようにします。はい。というのも、やっぱり、まあ、あの、多少ね、 サクサクっと進めていきたいところとあとまあ基本的には1チャプター1動画にしてやっていきたいというふうに思ってますんでまあそれでちょっとあの万が一のことがあった時なんかするとめんどくさかったりするんでねはいということでね <18 98. S 1> いやこの武器使うの超久々だわ実家に住んでた頃だからもう10年くらい前かな 10, 10年もっと以上前か123年前とかに Wii でこれが発売した頃にあのー、まあもともと バイオ・ R e、イアンン・リー・バイオ・ -R-E じゃャニバイオ。 えっとね、もともとが、なんだっけ、えっ、ー、と、あ、そうそうそう、ゲームキューブで販売され、発売されてたものだったんですけど、その時にはこの武器残念ながなかったんですよね。残念ながなかったんですけど、まあ、PS2 とか Wii とかに移植をした時に、まあ、このコンテンツが追加されて、まあ、あのエイダのアナザーストーリーとかね、が追加されて、で、その時に、まあ、改めて、何回も何週もしたゲームだったんですけど、好きだったのと、あとやっぱりね、銃を撃つ。 やつが Wii ってほらあのセンサーでさ Wii リモコンを振って直接構えられるっていうのがあ,あのタイプが好きだったんでそれでこうや,やり直し位置からやり直してっていうのがあって、うん、だから正直今ねまたスチームでやってるんでなんだっけマイ,マイクじゃなくてマウスかで操作してるけどあれなんかよりもはるかにやりやすかったっていうね、うん、いうとこなんですけどね まあそれ以来使うんで本当にもう学生の頃の喜びを今からまた味わうことができるというところですね。うん まあなんだけど、まあ、一応ね、まあ、もうクリアしちゃってるやつのものではあるんですけど、まあ、もしかしたら本当にあのこ,ここから初めてバイオハザードをご覧になるっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、適度にムービーは飛ばしていく可能性はありますけど、まあ、最初のオープニングくらいはね、最後までね見てからやってもらうのでも全然いいんじゃないかなっていう、そんなところですね。は っていうか一個さこれさやってあの改めてやってて思ったことがあって何かっていうとあの大統領の娘だよねさらわれたのがさ大統領の娘がさらわれたにもかかわらずよたった一人のエージェントをアメリカから送り込んででなんかもう地元の警察官バリバリのおっさん二人をだけをさそのなんか。 補足でつけて、補足ってかまあ、なんて言ったらいいんだサポートでつけてってさ、全然重大視してないじゃんっていう話なんだよね。だから、あの、その、なんか FBI とかさ、インターポールとかさ、ICPO とかをさ、ICPO もインターポールも一緒か <laughs>。 まあ、そのあたりの人たちをさ、なんか総動員とかすると、なんか大統領今ピンチやべえぜっていうことが、なんかそこ世界的に大々的になっちゃうっていうのはわかるかもしんないけど、だからね、極秘にやらなきゃいけないっていうのはわかるけど、でもそこにこう流し込んだ人たち人数とかっていうのをさ、公表しなければ、せめて、せめて5人くらいはアメリカから派遣して連れて行けよって、どんだけレオンの信頼が厚かったとしても、人数的なところで大統領本当に娘救う気あるっていうね。だって、 広いぜ誘拐されたって言ってもさスペインだもんスペインの面積ってめちゃくちゃ広いからねそんな状況の中でさねえこんなよく分かんないボロっちい車1台で派遣されてさレオも大変だぜしかもスペイン人の相手だからさ、まあ、ギリギリ言葉が伝わるのかも伝わんないかも分かんないけど、まあ、話を聞いてる限りだとなんかすごい多分スペインだまりの英語を喋ってるな感がすごい。 伝わってくるけどね。うん。本当に。ただ誘拐されただけじゃなかったからね、結論しかもね。とんでもない目に合わされるわけだからね。これはもうなんか、こう人生10周くらいしてもいいくらいの報酬をこのワンミッションでもらわないともう割に合わないですよね。まあ10周でも足りないくらいのかもしんないよね。なんかほんとこう レオンがこれやりたい、あれやりたいっていうことを言ったら、もうすべてがもうなんか、秒で叶うくらいの状態はね、もうエアフォースワンくれって言われたら愛をあげるよくらいのさ、ね、え皆さんが、どうだろうもしさ、まあ仮にだよ、魔法のランプが手元にあって、三つ願い事叶えられますって言ったら、何、願います三つ。ね、僕はね、 あのー、まず一つが、小一に今の記憶を持ったまま戻してっていうこと。まあ、要は簡、簡単に言うと、も、簡単に人生、あのー、やり直したいっていう。ただ幼稚園からの面倒、うわぁ、奥まで行ったさすがの破壊力。一瞬でカラス撃沈したしね。まあ、カラス撃沈できるのはいいんだけど、まさか上のガラスがね、これ多分今、住人激おこやで、なんだ、何が起こったって言ってね。何が起こったんだ、つって。 覗きに来てるよ。そりゃ怒るわな。だって平和に暮らしててさ、いくら寄生虫がいるとはいえさ、普通に暮らしてたわけでしょ。普通に暮らしてて急に窓ガラスが誰かわ見ず知らずのやつに、金髪野郎にね、割られたらそりゃ怒るわっていうね。何が起こったんだって覗きに来たくなる気持ちは、もう誰でもそうなるよっていう話だよね。うん。何の話だっけ。あ、そう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 。 その3つ叶えられるんだったら、小1に戻ります、それから、ああ下世話の話、時間を止める能力が欲しかったりするよね。何をその作動スイッチにするのかとか分かんないけど、時を止まれとか言ったら勝手に時が止まってくるとかね。あともう1つは、コービー・ブライアントの全盛期の時のバスケ能力を起こし、そんなことしたらもうチートだけどね。 そこまであったら仮に身長が1 7チ3、まあなんか測るところに行って7 1チな縮んだり7 4ンチ伸びたりってガバガバなんですけど、ね、だから本当のし自分の身長って何センチなんだろうなっていまだによく分かってないんですけど、まあ、それはいいとして仮に1 7 4センチ3センチだったとしても、おう、おう、あ2発うん、もうなんかチート級に強いよね、ほんと。 多分、明石よりも強いと思うよ。悪力のバスケね。分かる人は分かると思うけど。そんなところね。さて、まあ、村の中央なんか、これ、どのくらいのペースで進んでいけるかだよね。まあ、とりあえず、あの、ついてきた奴ら、全然全くのクソの役にも立たなかったんで、まあ、もう闇に葬っていただいてね、そのまま進んでいきましょう。飛車でめっちゃ待ってるわ。 だけど、僕は卑怯なので、上からぶっ飛ばす。OK。あれでも音楽やまないな。なんでまだ後ろに誰か、あーいたんだ。あっしょいやー気持ちいいあれでもこれまあいいや。ちょっとその、そのチャプターになったら試してみるか。 うん、な何を思ったかっていうと、その、これって規制、内部の寄生虫を破壊するためのレーザーっていう、そ,そういう仕組みじゃなかったっけかうん。っていうことは、このカラスたちも少なくともレーザーに動かされてるってこと。あ、でもまあ、そっかこ、こいつら光に弱いんだよな。あの、確か、閃光弾でも死ぬ、死んでたはずだから。ああ、ああ、ああ、随分荒っぽいやらい方してんな。 あの、もう君のヘルパー特にいらないからね。えっ、ー、と、あれあっ,あった。で、こっから狙って、そうそう。要は、要はさ、レオン自身にこれを、まあ今、今使っても多分効かないと思うけど、で、弱き人間よって言って、サドラーに力を与えられた後に自分自身に撃ったらこれ死んじゃうんじゃないかっていうのと、あと、もうすでにさ、 アシュリーって、寄生体の卵を植え付けられてるわけじゃん。アシュリーに撃ったら、アシュリーも死ぬんじゃねっていう。<laughs> まあ実際にアシュリーを救うチャ,チャプターに行ったら、アシュリーに向かってぶっ放してみて、あの、死、知らなないかどうか、ちょっと見てみようか。ええー。だって普通に考えたらそういうことっすよね。まあ、実際どうなんだろうな。わかんないけど。まあ、も、も、もしそうなったとしたら、本当ごめんなさい。すいませんっていう。 ただそう謝るだけなんだけどさてさて村中央行きましょうか、まあ、秒で終わらせよ秒で終わらせ秒でまあでもちょっとプロフェッショナルでやってるときはあのー、あまりにもあまあ面白くないやり方をすあのというのもチェ,チェ,ン,チェンさんを出さなかったんでね、まあ、チェンさんしっかりと出してやっていこうかねえ もう、この場所にいてる村の住人がいなくなっちゃったけどね。<laughs> かわいそうに。もう本当に。一瞬の出来事すぎて何が起こったかもわからないままに命尽き果ててる気がするけど。まあ、そんなことを言いつつ。じゃあ、入っていこうか。扉閉めます。アジーなだあいつら いやあのガラードとからするとレオンこそなんだあいつっていう話だよね急に殺されてるもんね扉閉めよう、まあ、閉める必要全くないんだけどこれから自ら開けていこうと思うけどねよしよしよし、うん、ういああそんな細い隙間からもぶちのましていくんやうわかわいそうなんかもう 一言でい表すとドンマイすごいあれちょっと洗割れてないあなんかめっちゃ入ってきたウィーチドンこれちなみに壁もすり抜けていくくらいえぐいのかなどうなんやろうな分からんけど落としますこっちは来てないか特に来てなさげだねこれ銃の射出どうやって解除するんだったか忘れちゃった <laughs> 構えを取れたらいいのかなよしとりあえず飛び越えてこっちは来てるかなあ来てるね。ほいほい落ちて落ちて倒して寝ておいて振り返ったらやつがあれいってるイ、えートゥーンあっ油チェーンソー来てたんや。全然気づかんかった。 これはあれだな。あの、時間が来たから礼拝しましょうじゃなくて、早くお前たちこっちに逃げなさいっていう、そういう話だよね。今のやつと、相手にして、相手にしてたら、やられるぞ、みたいな。<laughs> ね危ない危ない。さて、もう、ここでアイテムしっぽりと取って、 ことも必要なないかなどうなんかなこれあれだっけこの武器自体が食らわない敵っているんだったっけだとしたら普通,通常の武器も手に入れとかないといけないもんね本来はここの敵も相手にする必要もなくぶちのめすことができるんだけどまあ一応ね相手しておかないとなんかあまりにもかわいそうかなと思ってまあ出てくる敵は 遠慮なく片っ端からぶちのめしていこうかなというふうに思いますんではいこれあれだね便利だねほんとあ牛さんも寄生虫に侵されてたのじゃあ始末しないとうんちょっと寄生虫という寄生虫はもうこの世からね駆逐してやらないとあワンちゃんは違うんだへえー ワンちゃんはやら、やれないんだね。なんだろう。ワンちゃんのみど、動物愛護団体なのか。そんなこと関係ないよな。でもこれほんと便利だね。的まで破壊してくれるもんな。ただ的をちゃんと全部倒す。ああ、牛がなんか、タイムラグで倒れてくる。じゃああとは中にいるやつのみをぶちのめせばいいか。 まあ、ちょっとアイテムもほどほどに拾っ、ほどほどにひ、ほ,ほどほど、ほどほ、ひるだ。ほどほどに拾って、えー、次行こうか。ここもなぁ、岩落としてくるやつ、先に倒せたらいいんだけどね。まあ、そういうわけにもいかんちやっていうとこなんだよね。オープンセサミ飛び越えセサミうんー、ドゥン。取り残しはなさそうっすね。 で、オリンボリセサミで、アイテムセサミオッ OK。そう。あの、どうせ、どうせ次の武器買うなら、まあ、無限武器のシカゴタイプライターと、あとね、もう一つはね、セミオートライフルを買おうと思って。え、なんでって。なんでセミオートライフルいるんって思われた方はね。まあ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 。そりゃ、 なんでこのコスチュームにしてるからですよ。あれでもちょっと待てよ。この時の、あれレオンのコスチュームおかしくないなんでこの時まだジャケット切ったはずでしょ。チャプター1の2から、ちょっとあのレ、レオン大好きクラブのおじさんが脱がしてね、ねこの格好になってたと思うんですけど。あれなんでだろうまあ、気にしちゃ負けようぜ。そういえば、 後で見返してみたらあれか、最初のムービーシーンからもしかしたらこの格好になってるのかもしれないね。でも9月のさ、9, 9月か10月くらい、わかんない秋。秋頃の多分、時期のやつなんじゃないかなって勝手に、勝手に思い込んでるだけですけど、寒いぜ、多分。うん。実際。 ちょっとうまく当てれないね。あーやっぱ壁はすり抜けていかないっぽいかなー。残念ながら。うん。ここでも中のやつ倒せてないもんね。ほい、あれ。直接当てればやれるよ。おやったやったやった。オッケーオッケー。<laughs> やったやったって。子供みたいにはじめてるけど。よいしょ。 ウィーオッケー、ウーウィ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 ーもうあのみ、密室殺人が行われてるのは間違いないんだけど、これ何が起きてるかわからないっていうところにすごい恐怖を感じるよ、ね。ウィーあの、皆さんには、音声のみでお届けしてまいりました。もう、しかばねもないようだ。残念。よし、じゃあこのままサクッと SM プレイを、なんかタンスで一人楽しんでる、タンスにゴンゴン野郎がいるんで、 そいつをね、あの、すくって、チャプター終わりにしていこうか。ィーあれさすがに、あーこれいけんのかい。すごいな、ほんと。なん、なんでもありだな。よし。で、気をつけなすって、ウィー k で、置くのも。 おいちょっと遠かったね。よし。で、フリットり帰って。へそくり。こんなボローっちい家にへそくり置いてるやつ誰だよって話だよね。オープンセーサーミー。はーい。チャプター1クリアすることができましたね。ま、あ一人でちょっとお楽しみ中のところ悪いけどね。僕もね、あの、 次に進めていくためには、ね、君と関わらなきゃいけないっていうねちょっとまあ残念なことが起こってるんでまあガムテープだけは剥がさせてもらってよナイフもほど,ほどほどしてあげるからね <No. S 2> <laughs> にしてもこいつ結構な金持ちなのかなサドラーから誘を受けたのかなだってこんなさなんかほんと貴族が着るようなジャケットとかさそれから指輪とかってねあんまり <Perfect. S 1> 貧乏人が つけられないはずだもんね、普通はね。よし。ということでね、まあなぜか銃を持ってるのに接近戦を挑んで帰うちにあったレオン編は一旦終了とさせていただきます。ということでね、えー、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押して、 明日いや、これまでのプロフェッショナルクリアパートなんかも見ていただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。